ジャック・ベルタンはフランスの地図学者、理論家で1967年に発表した著書セミオロジー・グラフィックによって知られた。ベルタンの地図学者、地理学者としての経験に基づいたこの記念碑的業績は初めて、また最も広範な糸から情報可視化の理論的基礎をもたらすこととなった。1918年、イブリーヌ県メゾン・ラフィットに生まれた。 10歳の時、小学校の地図作成で一等賞を取った。久しずにかけており、建築や描画教育、地図学などに関心を寄せていた。結局、彼はソルボンヌ大学で地理学と地図学を学ぶこととなった。1954年、高等研究実習院に地図学研究室を創設し、その代表となり、ついで1957年には、 教育責任者となった。1967年にはソルボンヌ大学の教授に就任し、1974年にはイフィから独立することになっていた、社会科学高等研究院の教育責任者、地理学研究室代表となった。1970年代後半には、フランス国立科学研究センターの研究代表となった。1993年、 ドイツ地図学会からメルカトルメダルを贈られ、1999年には国際地図学協会からカールマナーフェルト銀メダルを贈られた。2010年5月3日にパリで死去した。地図制作法、意味論、画像情報、画像処理などに関わって多数の学術的な地図、論文、記事を発表している。ありがとうございます。